まあ本当、まあ、えー、ここにきていろんな動きがあって、まあやっぱ僕は気になってたのは、やっぱり小林節さんの国民怒りの声がですね、まあ、どういう候補を出してくるのかと。まあ事前にいろんな俳優さんとかですね、まあなんかそういう人が出るって言ってたんですけども、まあ今日の、えー、今日発表されたと、えー、国民怒りの声がね。でまあ、このメンバーを見るとですね、まあ小林節さんも、えー、立候補しは で、まあ、あとは俳優の宝田明さん。これ82歳なんですよね。が出ると。えー、ほんで、えー、元民主党の、えー、まどかより子さんが出ると。まあ、他あんまりちょっと分かれへんけど、ママの会の徳島代表の人とかね。いるんで、まあ、でも、ね、まあ、はっきり言ってこのメンバーで、えー、議席が取れる、100万票以上取れるのかっていうと、かなり厳しいだろうなと。 え、思うとしか思えないなと。うん。まあ、しかもね、その、小林節さんが言ってたのはやっぱ危険そうに。 え、投票に行かない人にウィングを広げるためって言ってたんですけども、例えば、宝田明さんなんか、共産党の、えー、赤旗に、えー、なんかよく出てるっていうかね、まあ、戦争反対という立場で、まあ、出てたりとか、ほんで、まどかよりこさんなんかね、東京八区衆院選の、えー、民主党から出て、副代表ですかね、民主党のね、元。なんかね、こう、危険層にウィングを広げるというよりは、 なんかもう、規制政党から票を奪うことしか考えてへんのちゃうかっていう、なんかそういうね、なんか、やらしいなと僕はちょっと、え、思いましたけどね。まあ確かに、まあ野党共闘で小林節さんが動いて、また去年はね、やっぱり憲法、や、安保法は憲法違反だと、国会で言ってくれたとっていうのがありますから、まあ僕は別に、まあいいと思うんですけども、ただこれはね、なんて言うんですか、 ま、他の、規、え、制、ー、政党の人。で、まどかより子さんは、立候補させるのに、なんでこう、社民党と生活の党との、統一名は断るんじゃ、という、そこへの怒りの声っていうのも、あるんちゃうかなと、僕は思うんですけどね、あの、社民生活の人ね。なん、にこのメンバー、みたいな。うん、まあ、はっきり言っても、宝田明さんと小林哲さん、だけですよ、この、 国民会の声のあの看板になる人って言ったらね、うん。もうそれ以外は、もう,もう全然、どこの誰ともわからんような人、表、えー、を持ってるのかさえよくわからない、えー、方たちっていうことでね。 いや、これ、まあ、いいんですけども、まあ、これでお金出す人もね、いてはるみたいですが、それはそれでいいと思うんですけど、なんかちょっとね、なんか期待外れっていう感じしかしないなと。で、う、も、ん、いやそれだったらもう今からも社民党と生活の党のね、統一名簿で入れて、頑張ったらいいんちゃうのと。 思いましたけどねこうやったらもうみんな不発ですよね。だから社民生活も危ない、国民会の声は、まあ、議席ゼロ、に、えー、票が増えるんちゃうかというね、あのことさえ思ってしまうと、まあ、ただ別にいいと、まあ、僕は別にいいんですけども、ただね、なんかこう <laughs> あの、ちょっと小耳に挟んだあの情報もよるとですね、やっぱりね、 かなり、えー、苦しんでおられるのかなという、あんまり詳しく言えませんけども、っていうのが見えて、ほんで、今回その結果、このメンバーなのかなという感じしかしませんねと。まあ、だから100万票どころかやっぱり、4、50、5、60っていうぐらいちゃうかなと。で、まあ、議席ゼロと。うーん なんかね、っていう感じがしました。っていうことで。さようなら。バイバーイ。